大村淳博氏は、非全国大村藩の第十二代藩主。文政十三年十一月二十一日、第十代藩主、大村澄政の従軟として、九島城で生まれた。天保九年九月二十六日、兄で第十一代藩主である淳賢に従い、大村を出発し、十一月十一日、江戸に到着。以降は、江戸で育った。 翌翌三3年に準権の養子となり、同年12月18日に兄が病気で隠居することとなり、翌翌日4年2月21日に家督を継いだ。蘭学に通じ文部や学問を奨励した。文久2年には平戸藩と同盟を結んでいる。幕名を受け、領内に異国船に対する放大状を築き、一方で藩主を高島周藩の門下や、 幕府の長崎海軍練習所に送り、洋式軍事技術を学ばせている。洋式軍備を導入する一方で、幕末の三賢士と称され、幕末江戸三大道場の一つ、連平館創始者の斎藤役郎の三男で、鬼館と呼ばれた斎藤館之助を海兵四年に雇い、江戸藩邸にて、藩士に、神道無念流を教えさせている。元来の大村藩の剣術は一刀流。 新影流であったが、淳広氏はより実践的な神道無念流を知り、実際に見学した上で、一刀流に変えて、これを藩士に学ばせたいと考えた。永七年、斎藤藩之助は、連平館の熟刀を務めた大村藩士の少尉佐王を、伴い、大村に移り、淳広氏から与えられた道場、美神道で藩士に剣術を教えた。美神道は、 渡辺昇や芝江雲八郎を輩出した。神道無念流は、藩公御教官付属の道場であった、治武利理でも教えられた。幕末期の大村藩内では、諸国の他藩と同様に、幕府を重んじる勢力と、藩幕府や朝廷を掲げようとする勢力が、対立していた。幕府は、地の利があり、諸名に明るかった純広氏を、長崎奉行に任じようとしていたが、 当時の藩内外の情勢下でのこの幕府住職就任を淳博氏は何度も誇示した。しかし、藩幕府なのではないかとの権威をかけられることを避けるため、文久三年に淳博氏は長崎総武行を拝命した。淳博氏が幕府の要職に認じられた。この事実により藩内では砂漠派が台頭した。しかし尊王派はこれに対して松林、飯山、 ハリオ九左衛門、渡辺登役スモトマサタカが集い改革派の同盟を結成し、かえって結束をが固くした。当時藩内では結社が禁止されていたため、彼らは密かに連絡を取り合い、互いの屋敷に集い、時には山田の滝で会合を開いた。一方の砂漠派も同志が集い、欠板を集めて結束した。源氏元年、純博氏が病気を理由に、 長崎総武行を辞任し、砂漠派を遠ざけたことにより、尊能派が対等し、過労に任じられた、ハリオコトブキオサメや渡辺清志らによって、反省改革が行われた。慶応元年に、藩はイギリス式の教連法を導入し、様式の平成を導入した。この教連は、純博氏もたびたび列席し、参加していた。慶応三年正月、改革派同盟の名手である。 ハリオ・コトブキ・オサ松林・イーヤ・マラが襲撃された。松林は、城での正月の宴席の帰り、自宅目前で襲われ、一頭の下に毛さ切りに殺害された。ハリオも、瀕死の重傷を負った。この知らせを受けて、藩校御教官に200名の藩士が集まり、純広氏の命により藩人探しが行われた。実行犯として、大きな直きが捕獲され、 友情が自白したとされる内容により、主犯として、砂漠派の長い兵庫らが逮捕され、一門重心らの加担も発覚した。犯行グループとされた一門重心の者は切腹、逮捕者27名は処刑された。この、大村騒動、または、正治騒動と呼ばれた闘争を契機として、大村藩は、藩主主導で反論が、そんなお頭幕へと統一され、 在京家臣団を含む倒幕軍が結成された。藩はこの騒動を幕府に単位なる死闘として届けた。一方で志を同じくする薩摩藩や長州藩に対しては領内の砂漠派を一掃したと伝えた。以後、薩摩藩、長州藩らと共に倒幕の中枢藩の一つとして活躍し、母親戦争では大村藩は新政府軍の東海道政党軍の 先方隊として進撃した。大村藩兵は、東北地方にまで出兵した。これらの功績により、明治2年6月に2万国の小藩としては破格の、小天六三万国を与えられた。この額は、薩摩藩と長州藩の十万国、土佐藩の四万国に次ぐ額であり、非前佐賀藩の二万国よりも上である。小天六の額で言うならば、薩長、問い,いではなく、 薩長土台である。同年1月に新政府に対し反赤法官の意見を伝えていたが、6月に反赤法官となり、大村藩知事に任じられた。明治4年、藩内に11校の学校を設立した。同年7月、廃藩知県で藩知事を辞職した。他の藩知事と同様に同年9月に東京へ移住したが、 直後の11月からの岩倉施設団に参加し都会、欧州やアメリカを留学し、明治6年に帰国した。明治15年1月、13日に少女されたが、1月13日に死去した。去年53、明治36年に12位を追贈された。明治24年には、純広氏の母親戦争時の功績を理由として、大村家は死者区から数段上がり、 伯爵とされた。岩倉施設団に長崎県出身の長岡寺三郎、浅長仁次郎と共に留学参加した。ありがとうございます。